ヨ介、大ダイさん、よく来てくれた。お前さ、わざわざ休日に呼び出すのやめろって。一大事やねん。一大事って、どうせメルカリとかやろちゃう。じゃあ何やねん。来週の土曜日、ソニさんと出かけることになってん。お、お前、そ、それ、で。これってデート、やんな。デートや。デートやんな。デートや。デートやな。これどうでもいい報告なんな。どうでもいいわけないやろ。人間にとっては人生に数度しかないねんぞ。どうでもいいわけないやろ。人間にとっては人生に数度しかないねんぞ。殺すぞ。ゴミに荷物購入しとる。間違いさしか。それで、今日は何の用やねん。僕、 なんもないねんえ着ていく服も準備もなんもないお前高校生にもなって女子と遊びに行く服が一着もないって何を当たり前のこと言うとんねん当たり前のことな僕なんて中学生の頃に買った服をまだ着ましてるだけやねん何を当たり前のこと言うとんねん捨てろせめて部屋着までやろとにかく女子受けがいい格好に僕をイメチェにしてくれ女子受けねえ女子受けそう俺に言うてるそうま任せときやさすが大さん頼りになるで顔引きずってるけど大丈夫俺はもうあれやで 何でも知ってる。女心をお手玉してるくらいやもん。何言うとん。大イさん、さすがやわ。心臓、ついでに間違っても振り落とされるなよ。はい、これ、俺も行かなあかんの。まずは髪型やな。 女子ってのは清潔感に惹かれるね。へ<ー>清潔感がないと女子は寄うてこへんそこで、俺がお前に似合う髪型をリストアップした。この写真を美容室に見せろ。わかった。でも、こんなおしゃれな美容室に入るの緊張する。確かに相手は兄弟や。でもお前なら大丈夫。幸運を祈る。美容室に入るだけやんだ。どう？刈り上げやん。完璧や完璧なんこれ！ ってこういうことじゃなくない。ツーブロックとかさ。そんなのどこが清潔感があんねん。そういうのは女子に清潔感があるって思われたよ。どうかする髪型やねん。本当に清潔感がある。男は黙って刈り上げや。こちらせすぎやろ。清潔感ある。それしかないというか、それ以外がないというか。お前顔長いよ。でもお前調べた時、女子に人気のある髪型はリヴァイ船長の髪型って。それさんといえばギャルやろ。ギャルはこういうのが好きやねん。ほんまに知らんかったん。ギャルは刈り上げが好きやねんで知らんかった。知らんかった。次は服や。いい 女子受けを狙うなら綺麗めカジュアルが鉄則やねん。綺麗めカジュアル綺麗めカジュアルってのはな、清潔感や。まだ清潔感全然そ,そういう目指してんのスタイリッシュの中に爽やかなカジュアルさを混ぜることで、清潔感を簡単に抱かせることができるねん。グーグルを記事まんま読んでるだけやん。でも僕、ブランド服買うお金じゃないメルフレばっか買っとるからや。ユニクロで。まだユニクロそうなんハイブランドであればオシャレってのは間違いや。特に曽根さんは庶民景気あるやから親近感があった方がいい。なるほど。 ユニクロを着てる奴はシンプルなデザインを好み、ブランド性を気にしない、浮気症でも悪性でもない、一途な男性やねん。ただ自分を肯定したいだけじゃない大さんの言いたいことはわかった。お前似合うかわからんけど、この生徒買ってこい。わかった。試着室って概念知ってるこれ似合ってる色の割合アボカドやん。完璧や。完璧なん。清潔感というか姉ちゃんにしか感じんけど。大さん、ありがとう。それさん気に入ってくれるかなビングやと勘違いされるぞ。大丈夫や。大船乗ったつもりで俺。もう無理やろこれ。ター変態やん。